回はい、今回の企画はですね、マルハニチロさんの冷凍食品横浜あんかけラーメンと五目あんかけ焼きそばとのコラボ企画です。発売から20年現在も変わらず人気の新中華街シリーズ、保温効果抜群のあんかけは健康美容への近道と言われている、体を温める温活もできるかも。おーい、ということで今回は横浜あんかけラーメン、そして五目あんかけ焼きそばを食べて温活をするゲームを行いたいと思います。題して温活選手権あんかけで体温上げまくれ。大丈夫、痛い痛い痛い。はい、じゃあルール説明いきましょう。大丈夫ですか。はい、楽しみですか。はい、いけるか。いけるー、行こうぜ。あげんなよ、あげんなよ。あげんなよ。じゃあルール説明します。まずね、2チームに分かれます。それぞれ体温計で体温を測定します。そしてそのチームの平均体温をまず測ります。で、まあ、ここですね、皆様には、熱々の横浜あんかけラーメン、五目あんかけ焼きそばのどちらかを完食していただきます。はい、そしてからがですね、勝負の分かるところになります、はい、こちらにですね、用意していたグッズを駆使いたしまして、制限時間10分間でひたすら体温を上げていただきまして、ゲーム開始時よりも体温が上がっていた数値の差が大きいチームが勝ちです。なるほど、勝った方にはもちろん、え、今回はご褒美あります。勝者にはマルハニチロさんから、はい、豪華商品の詰め合わせを贈呈します。さあ、ということでこのチームに分かれて、はい、じゃあこの温活選手権やっていきましょうか。はい、レッツ温活ジェロニモ。はい、それでは皆さん、はい、体温計は持ちましたでしょうか。はい、はい、毎度。じゃあまず測っていきますよ。いきますよ。お前さ、今は温めちゃダメなんだよ。ちゃんと測れよ。測れ。今日調子いいじゃん。どうしたの。あんまり言うなよ。別にしないで。測るから。でもじゃあ、これあれなんだよね、平熱高いのよ。37度5分。えっ。熱で嘘だよ。いや、まあ、お前一の体温計どうだったの。いや、マジマジマジ、ほんと。誰？誰？死んじゃん。小市？え、早い。あれ早くね？35度8分なの。あ、女子か、お前。女子か。高めかもね。待って。え、誰？6度3分。あー。え、デシメで6度3分ってこと？ちゃくちゃくとピーピーってますね。全然10分じゃなかった。待って。36度1分。あ、まあ低いっちゃ低い。まあ低いんだよ、俺。あ、俺だ。でも俺も。ちょっとすいません。俺さっき37度5分って人じゃん。35度7分なんだ。お前全然高くねえじゃねえか。一番低い。あ、だめだめだめ。これ体温計中で喋ったら途切れるよね、途中で。6度3分。あ、一緒だ。あれ、あと一緒だ。手や、手や。35度9分。あ、低い。清潔だった。あー、高熱36度5分。いやー、なんなら超平均なの。めっちゃ平均。でも俺らチームじゃん、うん、有利かも。おっ、チームおっ、おっ、めちゃめちゃ。はい、ということで検温が終わりまして、はい、こちらの4人チームは35度9分。おっ、まあまあまあ、平均体温で、こちらの3人のチームは36度3分でございます。はい、はい、まあ 0.4 度なのでね、はい、もしかしたらそんなに変わんないかもしれないけども、はい、これが今後の試合結果に大きく響くかもしれない。確かにね。やっぱりのチームにはより一層頑張っていただきます。はい。ねえ、どうも。六度三分だって。え、普通。本当はどこまでもフラットだね。はい、それでは楽しみにしてまいりました実食タイムでございます。ゴー！いきますよ。皆さんでいきます。せーの。いただきます。これあれかもしんない、これ俺のおばあちゃんと同じ味するかもしんない。おばあちゃん、お前待ってて、おばあちゃん食ったのか。これだって結構さ、冷凍食品ってさ、チンしたりとかするとさ、しなしなになったりするけどさ、めっちゃシャキシャキしてるよ、ね、うん、野菜もね、ね、歯ごたえもあるし、体にいいよ。だからもう熱くなってきた。いや、温まるよね、うん、隠してんのダメだよ。それほどうまさが。でもなんか常に食べてたいよね。おい、食べたくてしょうがないよ。受けてくんねえな。
俺腹減ったわ。ごめん、ちょっとスープ一口もらっていい？腹減っちゃった。でも最後分かってきた。やさしゃやさしゃやさしゃやばい、これめちゃめちゃ体にいいやつ。優しさじゃないんだ。優しさ。すごい。期待しとった。行ったのに今。ラーメン屋さん行ってラーメン食うより家でチンしてこれ食った方が絶対体にいい。わかる。でしょ。それリアルの声ちゃんと乗せといてそれ。やばい、体ポッカポカだわ今。この辺温まるね。やばい。やばいね。ということで皆様ごちそうさまでした。原型がなくなってるぞ。マジいいだ。お前は誰だ。汗だくじゃねえか。よーいスタート。これライブより疲れる。いや違う、いや違う、髪の毛あ、冷めちゃう冷めちゃう。どうだったやってみて。どうだった。クソ楽しかった。10分間ってさ、温活してたらあっという間だよね。体感3分ぐらいだったんだけど、ね、本当に一瞬だったよね。もう誰そこのシルバーマン。喋れないんだ。喋れないから。喋んなくても滑れるんだね。俺なった6の1分。下がってる。頼むよ。下がってるやないかい。マジだ。俺はマジ。俺ここ。6度7分。お、上がってる上がってる。俺は6度5分。あ、でも上がったね。一応。6度5分か。こんなやって。おい。
お前らやったぞ。37度0分すげえ。すごっ。やっぱバク転効果って強いのかな、そのあんかけかけるバク転。お前らおい、ちょっとやばい。マジ何、俺寝てただけじゃん。35度7度おいお前同じか、一緒。お、ゲンタ来たね。だゲンタ、ゲンタじゃん。ほらあー、でも6度6分おお、ゲンタもだいぶ上がったよ。上がったわ。お、あ、死ぬよ。せーの、6度5分。あれ、あ、でも元通り。変わんねえじゃねえかよ。6度1分、6度3分、6度だもんね。あんな半径やったからめっちゃ変わ、真面目にやってる、変わんねえじゃねえかよ。それでは結果が出ましたので、発表していきたいと思います。これでちみちゃんチームの方ですね、僕最初は36度3分だったものが 36.43 になりました。おお、ということで平均差はプラス 0.13 でございます。おお、すごい、はい、およそ大体20分ぐらいでみんな体温をね 0.1 度上がったんですよ、うんうん、すごいですね。だからまあそんなでもねえよ。確かにこの汗の量なのにプラマイゼロってやばいな。何も上がらん。それではこちら4人のチームの発表したいと思います。最初の平均が35度9分だったのが最終平均 36.45 になりました。おお、平均差プラス 0.55。 いいよ、すごっ。すごくない？5度も上がってるってこと？いや、5度上がったよ。 0.5 上がりました。お、すごいな。ということで勝者4人チーム、わー、はい、ということでですね、皆様、はい、お待ちかねのおあるものが、はい、到着いたしました。いいなー。優勝賞品どうぞ。でー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 、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、うわ、やばい、ありがとうございます。ありがとうございます。これで上にしのげるな。上をしのげない。頑張ってね、あの体温上げてよかったね。よかった、よっしゃ。結果もらってもっと体温上がったというね。それでは宮近さん、今日の総評お願いします。はい、今日の総評はレンジでチンで簡単美味しいね。以上、トラビシャマンでした。美味しいよ、美味しいよ、本当に美味しいから食べて。暑くて、なんでこんなに暑いんだ。残った、俺がお前を倒してやる。いけ、これはだ、野蛮な性格なんだ。ビギー、僕の心を溶かしていく。爪掛け、やられる。バーン、みんなに襲われる。なんかわかんないけど、恋心だ。みんな仲良くなりました。ウィー